グーファンタジーラジオ。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、ですね、イラスト見てもらえばわかると思うんですけど、ちょっとだけ髪の毛が伸びました。うん、まあね、できるだけそのリアルな自分の髪型に近づけたいなっていうことで、自分がねだいぶ髪の毛伸びたんで、はい、イラストの方も伸ばしたっていう感じです。うん、で今日のテーマはね、めんどくさい女について話したいと思います。うん、前回もね、前回もめんどくさい女の話をしたんですけど、まあそれはカラオケの下りで、また今回ちょっと違った話です。うん、でまあある女性の家に行ったんですよ。一人暮らしの女性の家に行って、でまあ遊んでるじゃないですか。そしたらね、向こうがね、俺が頼んでもいないのに昔のね思い出のアルバムを持ち出してきたんだよ。うん、で見ようって、いや全然見たくないけどね、俺は、うん、全然見たくないけど、あ、いいよ見ようって言って、で見るじゃない、うん、でね、俺にそのアルバムを渡して、俺がね、俺のペースでそのアルバムのページをペラペラめくっていくならいいよ、大体想像つくと思うけど、そういう時ってね、女がハマって女が自分のペースでめくり出すんだよ、アルバムを。全く意味ないだろ俺の存在が。うん、でペラ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 めくり出して、もしね、ボソッと、昔は良かったな、アホか、この何が昔は良かったな、このクソ甘と思ったけど、それが一切言いませんよ。うん、一切言いません。うん、もうそこはもうね、紳士的にね、へえそうなんだ、昔は良かったんだ、へえ良かったですねーって感じですよ。うん、でね、こうやって向こうがペラ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 めくってで、そしたらね、元彼とのねツーショットの写真が出てきたの。そしたら向こうがなんか気使ったのかなんか知らんけど、あ、ごめん、なんか見せてはいけないものを見せてしまったみたいな、そんなね空気になって、で、いやなんかいい気しないよねみたいな、気使ってきたんだよ。もうね、はっきり言ってやろうか、俺それほど前に興味ないからね。うん、でな、その女がな、もうそのアルバム見終わった後に、ちょっとマノ君のアルバムを見せてよって、意味がわからないだろ、なんで俺もアルバム見せなきゃいけないんだよと思って、で俺全面的に拒否したんだよ。そしたらよ、向こうがよ、なんで私だって見せたじゃん、ずるいじゃんみたいな、何が私だって見せたじゃんとこな、ほんだらってな、お前が勝手に見せたんだろうがって話だべ。けどな、まあそこなんか俺が拒否し続けたら、なんか向こうがふてくされた感じになってくんだよ。まあめんどくせえ本当に。でな、もうそこはもう仕方ないと思って、俺は見せるよって言って見せたんだよ。そしたら向こうなんつったと思う、うわドン引き、あはかいや、このクソ、ま、本当にね、マジで時間が止まって許されるならぶっ飛ばしてやりたかったね。終わり。